声はい、はい、よ皆さんこんばんは。こんばんは。はい、有本香織チャンネル夜更かしライブへようこそ。百田直樹チャンネル、はい、付き合い夜更かしライブ、はい、付き合い、付き合い夜更かしライブ。あのね、皆さんね、これ今偉いことになってまんね、あの同時にね、同時じゃない、同時じゃない、百田さんの方が早かった。いや、同時にまあチャンネル始めまして、ほなね、今私の同説がですね1597人なんですよ。で、有本さんの方のところはですね今130人しか有本さん見てませんね。いや、普段そんなことないですよ、うん、私夜更かしライブやると結構遅い時間でもね、まあっという間にね、うん、あの始まる前に数百人とかってみんな集まってくれるんですけど、百田さんのせいですよ。ええ、そんなん言うてもしゃあないよね。皆さん、経緯を言いますとですね、はい、今日実はとある重要な会食があったんですよ、うん、はい、そうです、ね、さっきまでね。それで帰り道に、はい、というかそもそもその会食の前にですね、また百田さんがやらかして私は怒ってたんですよ、ね、それで、まあ、その罪滅ぼしじゃないけど、私ね、これから帰ってライブやろうかなって言って、で、百田さん、ちょっと、うん、罪滅ぼしに出ませんかって言ったらですね、あ、分かった、もうじゃ出るわって、はい、それは私のチャンネルに出るってことで、はい、自分もやるっていうことなの、まあ、ついでやからね。何がつい、物はついでね。何がつい、どういうことですかそれ。だから元々あれもと変わる、一気に1000人になりました。うわ、ずるっ。だから今までなんかちょっとあの停滞してたんですよ。一気に1000人になりました。いや、ちゃいますね、これね、あの本当は30分に始めるんですよちょっと遅かったでしょ、始めるのね。で、私は30分始めるで言うてね、もう予告したから始めると、ほな有本さんね、私全然入ってない、私全然入ってない言うからね、じゃあもう一回もうツイッターで告知やって、ほんでツイッター一生懸命ツイッター告知、今日ね、うん、あの数が増えなかったんです、全然皆さんの。だから多分カウンターがちょっとおかしかったと思います、うん、ほんでね、うん、もうツイッターで一生懸命予告して、もう予告してやって、でその間ね、私ずっとね、一度も始めないのに待っとったんですよ、待たされとったんですよ。何をやらかしましたかって、いつものことですよ、もう大したことないよ、全然、はい、ね、もうすぐ怒りますね、はい、怒りんぼですね、はい、大体もういつも怒ってますね、はい、ないですよ。いや、そんな怒ってたら走るで、ほんまに頭の線だいぶ切れてんじゃん、はい、みんなあなたのせいやで。いや、そんなことないよ。ね、はい。あ、有本さんどんどん増えてきたやんか。はい。だからちょっとカウンターがおかしかった。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけど、どうでもいいですか。なんで今夜ね、こんな遅い時間に、はい、うん、ライブをやろうと思ったか。そうです、そうです。はい。ここは重要。なんと。はい、なんと。我々2022年にですね、うん、2022年で11月に、朝8という番組をやっつけ仕事で始めました。ね、思いついてわずか24時間で立ち上げて朝8って番組を始めたんです。もうふっと思いついてね。で、はい、これがね400回を迎える、間もなく、間もなく放送400回、2022年の11月から、うん、なんとなんとこれが本になります。すげえな。あの昔から私は読む朝8、あのよくあの私はあの関西の番組をねいろいろやってました。で関西の人気番組になってくるとですね、まあ、ラジオ番組とかあるいはその人気番組、はい、必ずこれ本になりますね。あ、そうなんですか、はい、あの、まあ、東京でもあったんじゃないかな、その有名な番組で、うん、まあ、あの毎回おもろいようなトークをしてるとですね、うん、やっぱりそれをもう一回本でも読みたいってみんな思うやろね。なるほど、はい、昔は DVD とかそんななかったから、うん、だからあの1回放送したら終わりやから、とか放送しておもろかった話とか、はい、おもろかったテーマとかね、面白かった、そういうトークをもう一回やっぱりね、活字の世界でもう一回そう追体験したいということで、まあ人気番組でよく本になって、それがシリーズ化になったことあるんですが、まあ今はねもう DVD とかそういう配信の時代やから、うん、まあ、そういう時代はもうなくなったかなと思ってたら、はあ、まあ、今回飛鳥新社さんが、はい、いや、この朝8はこれ読む朝8でも面白いと。で、しゃべりばー聞いてても面白いけど、やっぱりしゃべったらどうしてもやっぱりこう抜けちゃうから、ね、抜けちゃうし、それから難しい言葉とかちょっとすぐさま頭で、漢字が変換できないとかいろいろあって、でもこれをじっくり読むことで、読むっていうのは自分のペースで、トークを追っていけますからね、うんうん、はい、でそれで書きたいってことで、分かった、ほんでそれやったら過去の朝8を見てですね、ちょっとまあ文字起こして本にしてくれやと言ったら、ほんならもう本にしてくれたんですが、ほんならね、実は、うん、朝8本にしたいという話は他からもあったんですよ。あ、そうなの、はい、僕とも全然経営でその話、うん、百田さんには行かないんです。大事な話は全部百田さんに行かない。そうなんですよ、びっくりしますよね、うん、日本保守党でもですね、うん、いろんなメディアからこう問い合わせあるんですけど、党首には全く問い合わせないんですよ。ないですね。どうなってまんね、
これないですよ、はい、ないんですか。あるわけがないですね。うん、まあ、ほんでね、まあ、こうやって今回は、まあ、あの有本さんとですね、うん、まあ、飛鳥新社さんで、打ち合わせして、うん、まあ、本になりました、はい、でね、まあ、あの本になった時に私はやっぱりこう原稿をチェックします、はい、あのもし、私が言うてることが正しくこう、ね、書かれてるか、うん、つまりあの間違いを本に書かれて困るからね、うん、まあ、あのあれ言い回しもうちょっと間違い言い回しじゃないかとか、まあ、いろいろチェックします、うん、で私はチェックしてですね、うん、まあいいんじゃないこれと言うて私は OK 出したんですけどね、まあもういくつか修正しましたけど、ほら有本さんですね全面修正したんですよ。いや百田さんちょっと悪いけど適当すぎるでしょ。なんで百田さんからもう OK もらいましたろく、うん、に見てないでしょ。見た見た、僕はもうどんだけ直してるか。しょーってやった私はもうあちょっとこれはね申し訳ないけど根本的に全部組み替えさせてもらいますと。すごいね、この忙しい中で。僕あれであの一応ね2人がこう掛け合いで喋ってますよね。だから私はやっぱり人のセリフを買って直すのはいかんから、はい、そうです。もう有本さんのセリフは実は直してないんですよ。ところがねやっぱり全部読んでるから、うん、これそうすると有本さんのセリフがあ一箇所これ違うでいうのあって一箇所だけ直しました。でこのね全面修正ってね、うん、私もねあのはい全面修正っていうだけじゃないので、うん、私全部やってるんですよ。ポチポチポチ直してるわけな、はい、やるね。びっくりするでしょ。ほんでね、言うたらセリフはそうですよ。これにね、全部わしやない。嘘ばっ嘘ばっかって言うたやん。よう嘘ばっかりと言うな。嘘ばっかり、そんな人を銭げばみたいに言わないでください。言うてて、これで私が全部書き直したら。だってね、いつも、印税 100% わしやない。百田さんはいつもそういうこと言うから。うん。うん、ね、いつも言うからそれをちょっと返しただけの話なんですよ。ということは言うたいことや言うたいことやちょっと違うけどニュアンスがね。お前言うたら嘘ばっかり嘘ちゃうちゅう。ニュアンスがちょっと違いますから、ね、ニュアンスは関係ないやな、うん、はい、ニュアンスがちょっと違います。まあでもね、ゼリゲバって書かれとるで、はい、本音でいいじゃんとかね。本音あかんちゅうね。私この間朝って言うたやろ、大阪人は本音むき出しやで。だからこういう時にね、あの親は大阪人ですから、親父が大阪人から普段はね、私東京人ほうほうってね、東京生まれてないよね、東京人みたいな顔してるけど、もうこういう前半したとはね急にね大阪のルーツがむき出しになりまんね。はい、ほんま頼んでこれ東京と大阪をねうまいこと使い分けてまんねん。はい、でいざとなったら、いや私静岡の田舎やしとかね、急に田舎もも利用しますからね、はい、田舎もと東京人と大阪人をねもう TPO によって使い分けおるんですよ。はい、大変ですねこれ。ひどいこと言いますね。人をそんなカメレオンみたいに。まあこと言うね、カメレオン。こんなカメレオン、カメレオン香りと名前つけましょうね。はい。うん、でもね、うん、ちょっとマジな話しますとね。お、はい。あの、自分でもね、そういうこと感じることあるんですよ。うん、百田さんは、あの、大阪で生まれて、まあ今兵庫県ですけど、はい、うん、でもずっとあの辺で生活してるじゃないですか。大阪生まれ、大阪育ち、ね、私は奈良で生まれたんですけど、はい、小さい時に、まあ、小学校入る前に静岡に移って、うん、で大学から東京でしょ、うん、そうするとね、うん、あのやっぱり親父は大阪や、うん、父はもう大阪人ですね、うん、父の方はもう代々ずっと大阪人ですから、うん、でそれはねやっぱりね。お母さんはどこやった。静岡の人間です。あ、お母さん静岡。そう、なんで静岡と大阪人が戦前やろ。違います、違います、違いますよ。だって私昭和37年生まれなんですから。そう、あの、まあ、段階のせいだと弟は昭和30年代に、うん、まあ父と母は知り合って、うん、で結婚したんですね。知り合ったら分かるよ、知り合って結婚して、知り合うと結婚できませんからね。僕はどこで知り合ったか言ってね、知り合って結婚したらもう誰でもみんな知ってますわ。仕事先、仕事先、お父さんあれろ、わけのお話仕事にしとったやろ。いや、そんなことないんですよ。お父さんその時は勤めてたんですけどね。会社員やった。会社員っていうか、まあちょっと勤めてたんです。で、まあそれはいいとして、問題はですね、じゃあ秘密じゃないんですよ。問題は、あの、父が、まあ、関西人ですから、うん、結婚して、うん、まあつまり私が生まれて、うん、5歳ぐらいになるまで、うん、奈良に住んでたわけですよ。うん、関西、まあそんな奈良、うん、奈良は大阪文化圏からね。だからうちの母はね、はい、そう。うん、関西にお嫁に行ったんです、うん、で一生懸命順応しようとして、うまあ食事とか、うまあ当時はね関西と大阪、いやもう東京っていうのは全く、まあ、全く
ったり。昭和20年代、30年代で、もう全然文化断絶なんですよ。でね、はい、母が言ってたのは、うちの母は結構そういう適応しようって努力するタイプの人間なんですけど、うん、最初に行って困ったのは、うん、街行く人、街行く人って例えば買い物行っても、うん、昔はほらスーパーじゃないから、うん、お買い物行って口聞くわけじゃないですか、うん、言ってることがわからないそりゃそうですよ。昔は今みたいにテレビでねバン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 大阪弁流れてこないから、うん、あんまり聞いたことがないんですよ、うんうん、それで関西弁自体にあんまり慣れてないし、うん、名要するに物の名前が違うんですよ。例えば、うん、その関西だと鶏肉のこと柏って言うじゃないですか、うんうんね、とか例えばかぼちゃのこと南京って言ったりとか、うん、こういうのがもう関東の人にはえ何それって一瞬、おでんのことは関東だけ、そうなんですよ、うん、だからいろんなそういうことがもう分かんないからいちいちびっくりするっていう感じで、うん、あのトウモロコシは南蛮とか南蛮ね、それで南蛮じゃん、南蛮南蛮、いろんなその習慣が違うわけですよ、うん、だからもううちの母はいちいち全部勉強みたいな感じで、ゴキブリはアブラムシ言ってました。あ、そう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 、アブラムシ、はい、でね、でそあのハエのことはハイ言ってました、ハイハイね、ハイ飛んどるハイ言って、はい、でとにかくそういう異文化のところに行っちゃったもんだから、うん、いろんなことをまあ適応しようと思って頑張ってたんですよ、うん、そしたらね体にガタが来ちゃって、適応障害やっちゃな、だなんですかね。で弟が生まれて、うん、しばらくしてからやっぱ子育ても大変でしょ、うん、で子育て大変で、しかもうちの弟は小さい時結構体が弱かったんですよ、うんうん、男の方が体が弱いからね、大変だっていうことで、うん、もうそのいろいろね、うん、ストレスが溜まったんでしょうね、うん、それで病気になっちゃったんですよ、お母さんが、うんうん、で病気になってこれはまずいと、うん、お父さんからあかんこと、うん、はい、そしたらうちの父は、また弱い嫁もともと思って、いやいや、はい、うちの父はね、でお母さんに言われて、こんな弱い嫁もうてほんまに言うてね、はい、もっともう目牛みたいな、もう嫁もとこかいって怒ることやな、はい、でうちの父はそれまでね、うんうん、母の実家に何度か一緒に里帰りしてたわけですよ、あ、静岡の、はい、気に入ってたわけなんですね、あ、その静岡の町がね、それがあれ生まれ育ったとこ、そうです、生まれっていうか育ったとこ、それでうちの父はものと田舎前ってな、お母さん、そうだからうちの父はね、はい、大阪生まれ大阪育ちのもう大都会の子なんですよ、うん、もう小学生の時からほらアイススケートに行ったりとかそういう人ですから、うん、それが田舎になんか惹かれちゃったわけね、うんうん、あ、なんかこんな田舎って環境いいし子育てするんだったらいいなとか、うんうん、変なこと思って、うん、そこに移住しちゃったんですよ、脱サラで。なるほど、それは会社辞めて、うん、その嫁さんのためにやな、そう、あ、嫁さんがやっぱりもう、ね、あのホームシックにかかって、そう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 、この異文化の大阪ではもう無理やろということで、うん、じゃあ嫁さんの里に一緒に俺も仕事辞めて帰るわよ、そうなんですよ、お、それで脱サラして、うん、まあもともとうちの父は脱サラしたいと思ってたんですよ、うん、だけどじゃあもういっそのこと嫁のふるさとに行ってやろうってことでやったんですよ、うん、ほなあれやね、もしそれがその決断ができてなかったら有本さんはそのまま完璧な関西人ですね。そう、奈良の子だったんですよ。何言うてまんねえって今の子が言うてるからね。はい、でね、奈良で誰抜かしとれこら言うて、なんてな、はい。いや、そんなこと言わない。はい、奈良で、うん、あの幼稚園に行くことになってて。おうおう。うん。例のね、その名門の奈良女子大附属幼稚園ですよ。おう、あ、奈良女子大附属幼稚園だったんか。そう。で、あれがね、うん、抽選だったんですよ。うん。当たってたんですよ。おうおうおう。でも行かない、ほとんど行かないまま引っ越したんです、うん、なるほど、うん、まあそんな話はどうでもいいんですけど、はい、そんな話はどうでもいいんですけど、はい、言いたかったことはですね、朝八の本や、あの自分のそういう複数ある背景アイデンティティ、うん、これたまに意識することあります、なるほど、あ、百田さんが言うように私、あ、やっぱ私って大阪人の血筋だなと、うん、うちは代々ね、もう5代ぐらい続けて大阪商人ですから、うん、あ、やっぱ抜けませんわ、やっぱそうだわ、はい、私もと思うわけ、わかるでしょ、印税 100% よこせよ、違う、ね、はい、こういう時に出るんですよ、それは、はい、ちょっと上大体ね、はい、普段あなたが言ってることを返したまでですよ、そんな言わへんで、よく言う、そんな言わへんだよな、はい、でまあそれはどうでもいいんですけど、うん、朝八の本ですよ、はい、ね、で私はだから全面書いて、あ、俺びっくりしました、朝八今日出ますって言うたらいきなりアマゾン8位だ、そう、あれびっくりした、あれまだ本で、あのさっき本原稿もできてまへんねんて、まだで、しかも、はい、表紙もできてまへんねん、ま、だタイトルも仮なんですけど、仮ですわ、はい、要するにまだ何もできてまへんねん、はい、そう、それやのに、ね、うん、もう今日月刊原田がね、原田の X のアカウントで夕方ね、夕方、しかも夕方すぐ本が出ますって言うたら、
もうアマゾン8位やろ。そう今何、もう一回見て。いや8位だと思います。8位すごいよ。いやただあれですよ、あのカテゴリー別では1位になってます、うん、まあ政治家おう、うんうん、まあまだ8位だと思いますけど、8位ですね。すごいね8位って。いやなかなか8位にならないで、しかもこれ言うとくのは、あの発売するのは来月ちゃいますね、8月ですよ。まだ1ヶ月半ぐらいありますね、ちょっと早すぎるんじゃないの、はい、いくらなんでも、はい、そう。まあでもね、これはね、だから今とりあえず鋭意私努力して、うん、いろいろ書き換えてますけどね。まだやってますね、はいはい。私も直すわ。もうええて。ほんま？もうええて。ほら僕の書き下ろし文入れようかとかね、はい。あ、そうや、前書きと後書き書かなあかんね。うん。前書き私書くねやろ。うん、そう。後書きありますね。はい。はい。うん、それ書かなあかんねや。なんで朝8ができたかという話ですね。うん、そうね、覚えてないわ。また。百田さんね、はい、その覚えてない病院いい加減してくださいよ、本当に。もうね、これ覚えてないびっくりしました、この間ね、うん、これ言うとあかんのかな。あかんのです、あの話はダメです。あの話あかんのか、はい。まあ、ある重要な話があってね、で、私いろいろこう聞かれたんでしょ、でね、これここ、また話も。ほんならね、ああ、こんなことありましたでしょ、あったな。で、百田さん、この時は、な、覚えてへん。で、これが、それね、覚えてへん。はい、びっくりしたね、ほとんど。こっちがびっくりしますわ、はいはいはい、でもね、あれはしょうがない、うん、ちょっと前の話なんで、はい、記憶が薄れてもしょうがないんですけど、はい、百田さんは昨日言ったことも覚えてないですからね。そうですね、そうですねじゃないですよ。真面目な顔してそうですねとか言って、はい、しゃあない、68やもんね、そういうことじゃないです、年齢関係ないですよ。百田さんはもともとね、うん、人の話をね歌みたいに聞いてるんです。歌もよう忘れるもんって、そう、はい。でもね、本当にね、うん、困りますよね。でもね、まあ困る、朝八がね、うん、これ皆さんお願いします。朝八がこれ第一巻出ますけど、これね、実は膨大にありますからね。シリーズ化を考えてる。膨大に、はい、だから考えてるというか膨大にありますから、はい。だからこれがね、シリーズ化って全何巻ぐーっとねこう定期的に発売してるけど、うん、まあこれが、8月の第1巻が売れへんかったらシリーズ1巻で存在いうことになります。はい、この方何やこれ第1巻って書いてあるけど、2巻はないっていうことで、はい、ほら1なんやってってことですけどね、はい、まあよくあることです、それはね。そうですね、はい、うん、2巻以降は9巻となりましたけどね。これ出版業界の常識なんですけど、うん、雑誌ありますよね、雑誌が辞めるときはこれは皆さん廃刊とは言いませんね。昔から雑誌が辞めるときには休刊と言ったんですよ。休刊ですね、はい、うん、で私子供の時からね、好きなマガ雑誌がたまに休刊するんですよ、うん、で休刊になりましたって言ったらね、子供は青やから、あ、ちょっと休むんやなと、うん、もうすぐ休んだらまた出るんやなと思ってね、何年経っても出まへんかって、これどういうことだこれ、何年経っても出えねん、休憩長いの言ったら、いやいや直樹、こうどうじゃ言うてくれた、うん、直樹、出版界で休刊というのは廃刊のことね、うん、と思ってね、うん、びっくりした。でこれと同じことが、うん、プロ野球の監督もそうですね、休養って言いますね、休養、うんうん、休養ってことは本当は首いうことなんです、はい、今ね西武の監督を休養してるんですよ、はい、そうらしいですね、はい、西武の監督を休養してね、前の監督誰だったかね、名前忘れた、西武の監督を休養してね、最近渡辺久信が監督になったんですよ。渡辺久信ってね、昔西武でおってね、めっちゃ男前やったんですよ、顔細くてね、で背高くて生えたビューッとでめっちゃ男前ね、今渡辺久信顔見てみ、えらいことになってんね。ほんま、えらい、いや写真見たらあかんで、ね、画像でね、渡辺したらも検索したらあかんで、ね、えらいことになってるから、はい、今検索しとこう。びっくりするんで、渡辺先生覚えてる、あの人は私たちと年代が近いんですよ。若い時めっちゃ男前やってん。まあそうか。いや、ね、男前というかね、鋭い顔してんね、うん、うん、これでしょ、もうそれ帽子かぶったけど、帽子抜いてる写真やったら下がったら、はい、渡辺下の部、はい、やってみる、はい、帽子を抜いたらもうすごいだから、これですね、これ、あ、今のじゃない、これ一
ってますよ。知ってるか、うん、はい。いやこれね、うん、やっぱり歳月というのは怖いなと思ってね、はい、あんだけ男前でね、もうすごいかっこよかったのがね。あといいですか、はい、人のこと言えますか。言えません、はい、うん、私って髪の毛がという話では人のこと言えないでしょ。はい、言えません。でもね、私はね、あの自分のことは棚にあげるって平気な人間ですからね。あのね、はい、ちょっと夜中に入ったって話があるんですけどね、今日会食があったんで、はい、ありました。まあ私は一応お酒を飲んでるんですよね。はい、私一応よ、まあ酔ってはいないけど、一応お酒を飲んでるんです、はい、私は飲んでません。この方はですね、うん、アルコール全く飲みませんから、はい、飲みません。一滴も飲んでなくても大体このテンションっていうことなんです、はい、皆さんね。ですからね、私たちと付き合ってるわけが、あの、いや、福田さんお酒飲んだったら、嘘、いつもめちゃ飲んでるやん。いや、あれ飲んでないって、ね、飲んでないのに飲んでる人と同じテンション。いつも会食の時にめっちゃ飲んでるやんって、一滴も飲んでないって。ずっとジンジャーエールとか飲んでて、ね。はい。そういう人なんですよ。本当に困ったもんですね。はい、うん、厄介ですよ。厄介ですよ。だから大概僕はジンジャー飲んでたら、あのハイボール飲んでると思われるんですよ。はい。だからめっちゃ飲んでるというふうに思われるね。めっちゃ飲んでる、はい。そうなんですよ。はあ、本当にね、朝八も400回です。はい。だからこれね、本にしたらね、10巻分ぐらいあるでしょ。もっとあると。もっとあるか。もっとありますよ。はい、2時間やってんですから。はい。まあそのうち、まあね、あの2時間やってますけど、大体1時間ぐらいは私のしょうもない話してますからね。困ったもんですね。でもね、うん、400回続いてね、うん、でしかもまあ結構皆さんに毎日何十万回も見てもらってるじゃないですか、うん、ありがたいことですよ。ありがたい、本当にね、うん、まあ、だいたい30万超えてますからね。そうですね、はい、30万ってすごいですよ、うん、本当に。はい、私昨日ね、うん、オリックスと西武の試合見に行ったんですよ、はい、野球で、はい、まあ、2万人ぐらい入ってたかな、うん、だから30万ってことは、これが15杯分かと思うと、ね、そうですね、すごい感じですよ、うん、まあ、ちなみに知ってる、野球知ってる、知りません。最近の日本のプロ野球、うん、ちょっと深刻なことになってね。何ですか。全く点が入らないね。え、どういうこと。あの試合やってても、お点が入らないから1対0とか0対0ってめっちゃ多いね。あ、そう、ほとんど点入らない。なんでなんで。ほんで、うん、あのベスト点誰の打撃、うん、ベスト点、うん、あの1位から10位まで、うん、大体3割バッター5、6人おってバーって争ってますよね、うん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 、今セリーグもパーリーグも3割バッター1人しかいない、うん、あら、それはどういう理由。ほんで、うん、ベスト10の10位あるでしょ、はい、ベスト10の10位って言ったらすごいバッターやね、うんうん、ベスト10に入るわけよな、リーグの、うんうん、2割6分なんで、なんでどうか分かんない。もう今だから原因が分かんないね。ものすごい今あの投稿打てになってる。あ、そう、これがな、だから今日本のプロ野球界は結構深刻ね。このままではお客が入らないようになると。そりゃそうですよ。だからせっかく球場に来てね、うん、3時間も見とってね、点入った全然で点入った1点だけやったなってなってるから、ピッチャーが優秀なんですかね。そうでもないねや、これがまた。すごいピッチャー出てるわけでもないんだけどね。だ昨日の私試合見に行ったのも結局2対0、はい、1点は僕ちょっと試合遅れて行ったんでその1点見逃したやん、うん、でずーっと点が入るままにずーっと見とって、うん、8回の裏にポーンとホームラン1本出て、これで2対0になって、それで試合終了や。あら、まあ、だから僕は見ててずーっと2時間ぐらい試合見てましたけど、うん、点が入ったのはホームランの1本だけというね。そう、はい、今だから日本のプロ野球ちょっとえらいことになってますね。あ、寝ますなんな、ごめんね、はい、つまらん話というか、かにかに、はい、野球興味ないよね、はい、イライラって言われますよね、はい、まあでもね、うん、まあ、いろいろあります、うん、まだ言えないこともたくさんあるんですけど、はい、お、正直、うん、朝8なんですよね、うん、朝8もそうなんですけどね、うん、正直ね、はい、まあ今更ってみんな思うかもしれませんけど、うん、4月の終わりにね、あの衆議院の補欠選挙終わりました。新しいね、もう日本保守党の話だね、うん、その後ね、うん、ちょっと実はいろんなことがあってありましたね。いろんなことっていうのは、まあ、その、うん、オペレーションですけど。オペレーションって何や。要するに作業ですね。つまり作業っていいや、もう小池出てくるのあとなんやけど、いちいち横文字使って。つまりね、その普通オペレーションが長いで、に政策、うん、あの生産とか、うん、あの首相国とか、うん、まあ、そういうこともあるんですけど、今回ちょっとそれ以外のいろんなことがあって。ありましたね、いっぱいありましたね。だために、はいはい、昨日ぐらいまでかかりました、はい、昨日はちょっと大げさですけど、あの
今週ぐらいまでかかりました。お疲れ様でした。だから、はい、まあそのこれはだってあれやの、まあ、有本さんあれやの、この間台湾の就任式も、台湾に行くよってやったのが行かれへんかったもんね。あの総統選ね、うん、あ総統選で、あの新しいね、頼清徳総統の、うんうん、就任式ね、就任式に行く予定してたんですけど、うんうん、だからあれで台湾で大騒ぎやったらしいで、有本が来んや、有本が来んや、よく言う、どうなってねえよ、よく言う。でもほら平井浩二さんにもね、うん、あのいや有本さん当然お越しになると思ってました、向こうで会えると思ってましたって、いやみんなそう思ってた、台北で有本さん来るはずだったらなんで来へんねんやって、はい、そうなんですよ、はい、うん、だからね、まあね、これはね言い訳がましく聞こえるかもしれませんけど、この例えば都知事選にね、まあ、うちは候補者立てなかったっていうのは、うん、もちろんいろんな事情がありました、はい、それからいろんな分析の結果これやらない方がいいっていうこともありましたけど、はい、オペレーション的にももう前のね、うん、いろんな引きずってることがあって、うんうん、ちょっとこれはオペレーション的にも難しかったね。そうね、まあそれだけの余力とあれがなかったよね、うん、本当、まあ、正直言ってね、うん、で出るとなっても、ちょっとまあ大変でしたよね、うん、はい、ただだからその私がなんでこの台湾に行かなかったかっていう理由についてはまた詳しく、はい、一定の時間が経ってこれお話できる時が来たらお話しますけれども、はいはい、単にねマンパワーが足りないとかそういう事情じゃないんですよ、はいはい、これはねやっぱり私がやるしかなかったなっていうことなんで、ちょっと不測の事態といいますか通常の選挙の後片付けっていうのとは全く違うレベルのことが今回ありましたので、そうですね、そうです、はい、うん、でまあさてですね、うん、2022年の11月に朝八を立ち上げて、はい、まあ大体400回超える、あら今年の11月で丸2年やね。はい、そうです、はい、でまあそれをやりながら、うん、政党が立ち上がったんですよ。政党というか政治団体。もうびっくりするね、2022年の11月に朝八立ち上げて翌年の2023年6月に「みんな政党作るで!」とか言い出してね、はい、まあ、朝八やるでって言い出したも私なんですけど、はい、だって私はね言い出すのは大体好きなんですよ昔から、はい、もう番組放送作家やってるからね、よしこんなコーナー作るぜって言うんですけど、実際に動いてくれるのは、まあ、他の人が動いてくれるんですね、はい、私は大体よし次これでいこうって言ってね、まあよう言うんですけど、はい、でこんなことになってしまいました、はい、ね、でそれでいてね、さっき言ってたでしょ、うん、そんなことしたら死ぬでって私に言ったでしょ。そうやね、僕はねもう有本さんの体を重っぽかってね、いやもうあんまり無理するなとね、もう適当にやれとね、ほんで私が早死にしたら 100% 百田さんのせいだと思います。私丈夫な人間ですからもともと、うん、ほらもうしばらく頑張れるななんてこと言うんですかほらまたそんな強いやつは鬼悪魔しばらくやれるやろ。ひどいねもうね、皆さん聞きました本当に、うん、ね、いやまあほんまにね、だからね私はもう有本さん言うとまで、有本さんほんまにもう自分の仕事できへんできてないの全く全然、うん、この1年はほとんど、まあ、1年は多いけどこの秋からこの8月ぐらいから全くできてないよね、去年のね、あほらもうすぐ1年な、うん、はい、ほんでだから私はねもうだから有本さんのだから一室芸ってすごいんですよ、おそらくまあ1000万2000万では聞きませんよね、そのもう仕事したらね入ってるからね、もっともっと